はい、皆さんおはようございます。トリスーです。本日はですね、減量末期トレーニングオフの過ごし方をブログ形式で紹介していきたいと思います。コンテストまであと1ヶ月切ったんですけど、先日ですね、 YouTube のコメントにオフとか体のケアってどうしてますかっていう風な質問をいただいたので、撮ってみようかなと思って今回撮ることにしました。私のオフってちょろっとストレッチとポージングをして、あとずっとゴロゴロしてるような感じになってしまうので、それだとあんまり YouTube の動画として成り立たないんで、筋トレオフなんだけど脂肪燃焼につながることをやったりとか、体のケアこんな風にしてやってますよっていうのがお届けできればなと思います。で、食事はですね、今日も相変わらず2500キロカロリーのケトジェニックをやってるんですけど、朝昼は前回動画で説明したような感じであんまり変えてないんですよね。で、私コーヒーが好きなんでコーヒーはよく飲んでるんですけど、ちょっと疲れが溜まりすぎてたりとか、交感神経働きすぎてるなっていう時はカフェインレスにすることもあります。私はトレーニング前のプレワークアウトとしてもカフェインは結構取り入れてるんですけど、あまりそれの力を借りすぎるのも良くないかなって言って、カフェインとかを極力減らすっていう日も作ったりしてますね。今日はね、なんか低気圧だし元気欲しいなと思って普通に飲んでます。はい、本日もいい感じの坂を見つけてきました。上野公園の手前ですね。ここで20秒ダッシュして40秒レスト、これを8セットやっていきたいと思います。なんとか8本ダッシュできたんですけど、あれですね、やっぱ都会で坂ダッシュをするとなると人がいない時間帯を狙わないといけないので、今回もねギリギリだったかなと思います。で、より追い込めるっていうのがスキルアップしてきたので、今日めっちゃきつかったですね。で、ヒートから戻ってきて、今からチンニングとあと体幹系の種目やっていきたいと思います。練習はスターナムチンニングといって、骨盤の位置を高く上げることによって背中をメインに効かせるような懸垂を、これは毎日やってます。他のジム行ったら普通にぶら下がれるところでやるんですけど、今日はこちらのジムなので結構ワイドに手を構えて逆手にしています。一応見切れてるんですけど、台にですね足をうまく乗せて勢いをつけながら体を上に上げる。で、グッと上げたらこっからゆっくり下ろすという感じです。見た目補助使ってるんで楽そうに見えるんですけど、意外にしんどいですね。体幹系の種目を2種目やっていきます。まずはオルタネイトサイドベントという種目です。足を結構大きく開いていただいて、ここからラジオ体操のような動きをしていきます。これはね2分やってますね。ウィンドミルという種目です。これも体側を伸ばすストレッチ効果のある筋トレです。足しっかり開いていただいて、つま先正面向けてます。すいません、見えなくって。で、片方横片方上に持っていって、この上の手をしっかり天井に向かってキープした状態で横に移す。3分やっていきたいと思います。はい、めちゃくちゃ地味でアナログ的なんですけど、ビキニってここのカットを出さないといけないので、結構細かい運動を取り入れられるように最近は意識しています。他のジムではもうちょっと高い台でやってるんですけど、ここはここでしっかりと効かせられるように意識してやってます。で、まあ、今日大した運動してないんですけど、しっかりと体のケアを重点的にやっていきたいと思います。体のケアですね、本当にいろんなことやってるんですけど、
まずはマッサージガン、こちらのニューフィットリリーサーっていうのを使ってほぐします。手でほぐすことも多いんですけど、力がいらないっていうのがマッサージガンを使うメリットかなと思ってまして、こんな感じで一定の圧を与えられるので手でやるよりも楽に済むかなと思ってます。で結構私はですね、このふくらはぎの周り、特に内側がね凝りやすいので、この辺とか丁寧にやってあげるのと、あとここですね、ひらめ筋のあたりもやっぱダッシュとかの高強度な動きをするようになると結構張ってくるんですよね。この骨に沿うような感じでやってます。とにかく私は僧帽筋周り結構張りやすいので、この辺はねただ動かしてるだけで自然と振動が当たってくれるので楽ですね。はい、で足りない部分手でやっていきます。私のおすすめはこの肘を使うことなんですけど、こうやってグッと安定するように手を持ってきて、太ももの内側とかこのとにかく内側ので、この辺にじわじわ圧をかけていきます。5秒くらい押してゆっくり離すっていうのをね、痛いところを重点的にやるような感じです。あー痛い。はい、で今からですね、うちのジムのお客様でもあるプロボクサーの渡辺選手の試合観戦に行きたいと思います。結構ねプロボクサーの減量って過酷だったりとか、もう最後水抜きでめちゃくちゃ落としていくみたいなイメージあるかと思うんですよ。で今回はですね、最後の最後まで2000キロカロリーしっかりカロリーを取りながら、水抜きとか水分調整一切なしで仕上げていただきました。昨日の計量も無事にクリアされてほっとしたんですけど、プロボクサーであってもうちのジムが伝えさせていただいてるハイパフォーマンスで食べて痩せて仕上げるっていうのをしっかりと実施いただいたので、過去一のパフォーマンスで臨めることを願って今日は応援行きたいと思います。まあ本当に運動量が多いのでグリコーゲンの消費量が半端じゃなかったんで、そこをよく見ながら糖質の量とかを調整していくっていうのが今回はポイントだったかなと思います。それでは健闘を祈って応援行ってきます。はい、後楽園ホール着きました。すごい、ボクシングの試合見に行くの久々でちょっと緊張しますね。すごい、かなり盛り上がってますね。はい、帰宅しました。残念ながらね、渡辺選手負けてしまったんですけど、非常にいい試合を見せていただいて大健闘だったんじゃないかと思ってます。本当に勝負の世界って厳しいなって、私自身もいろんなスポーツやってきて思うんですけど、その厳しい中でも挑み続けるっていう姿勢が私も非常にグッとくるものがありました。で客観的に見て体のコンディションとかは私は本当に良かったんじゃないかと思ってるんですよ。うちでサポートさせていただいたこの食事に関してもそうですし、見た目の張り感っていうものが他の選手と全然違っていたので、コンディションに関してはおそらく過去一良かったんじゃないかなと思ってるんですよね。ただやっぱり試合とか勝負事っていうのは相手がいてのものなので、私自身も一アスリートとしてすごく励みになるようなエネルギーをいただいたなと思います。はい、ということで夜ご飯、こちらのチキンを焼いたものになります。いただきます。これ普通にチキンに粉チーズかけてるだけなんですけど、楽でいいなっていう感じです。うん、うまいご飯食べ終えたので今からお風呂入ります。お風呂は必ず毎日湯船に使ってるんですけど、こちらのエプソムソルトをですね入れて20分から30分浸かるようにしています。エプソムソルト、硫酸マグネシウムなんですけど、皮膚からマグネシウムを吸収できると言われていて、私も体感のあった入浴剤の一つなんですよね。マグネシウムって筋肉を弛緩する作用があるんで、すごく体温上がりやすかったりとか、あと寝つきが良くなったりする感覚もあるので、ぜひ皆さんリフレッシュしたい方とかめっちゃおすすめなんで使ってみてください。はい、ということでエプソムソルトのお風呂に入ってすぐ寝落ちしてクロージング動画を別撮りしています。
まあ、こんな感じで1日過ごしてますけど、これは本当に減量末期入っていってっていう過ごし方なので、一般のダイエッターの方とかは特に真似する必要はないかなと思います。本当に休んでる時私もしっかり何もしないで休んでるので、今回このように紹介させていただいてますけど、まあ、応援の意味で見ていただければ幸いです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で応援しましょう。おやすみなさい。私がプロデュースしているブランドエアリー、Amazon にて購入可能です。ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。